はい、皆さんこんにちは、203です。今日は新しい企画を発表したいと思います。僕が今までやってきた動画の中で一番ヒットしたというか再生回数が多い動画っていうのが、カーボンロードバイクでどこまで軽くできるかっていうことで、超軽量ロードバイクということで5キロ台のカーボンロードバイクですね、それを組み立てた動画が一番ヒットしたわけなんですけども、その時のロードバイクっていうのが超軽量の750グラムぐらいのカーボンフレームに900グラム台の超軽量のチューブラーのカーボンホイールですね、こちらを組み合わせて作ったんで、まあ、軽くなるのはまあ当たり前っちゃ当たり前だったんですけども、今回ちょっとやりたいのはもう少しリーズナブルな値段で軽量化をちょっと目指したいと思います。そのメインとなる、企画としては、アルミフレームですね、アルミフレームとアルミホイール、これを軸としてとんでもなく高いパーツみたいのを使わないでどこまで軽くできるかっていうのを新しい企画としてやっていきたいと思います。パーツ自体は揃ってきてます。で、今回はまあ少し、触りだけちょっとそのパーツを、紹介していきたいと思います。まあホイールを軽くするのがもちろん簡単な方法なんですけども、もう少しリーズナブルに軽くする方法としてはタイヤとチューブを軽いものに変更するってことなんですね。なんで今回用意したのがですね、こちらですね、ブリヂストンのタイヤですね、ブリヂストンの、エクステンザ R1S っていう、まあ、超軽量のクリンチャータイヤですね、こちらの 23C を用意しました。まあ、1本あたり140g 台のカタログ値になってますんで、まあ普通のタイヤっていうのはだいたい200g から210、220ぐらいだと思うんですけども、それから比べると 60g、70g、軽くできるっていうことで1本あたり、2本にするとまあ120から 140g ぐらい、軽くできるってことで、 100g 超える軽量化っていうのはかなり大きいんで、まあ、本当7キロ台と 6.9 キロしたら全然違うんで、その 100g っていうのはすごい大きいんですよね。で、今回チューブの方もブチルチューブじゃなくて軽量のラテックスチューブっていうのを、導入したいと思ってます。そちらもそうですね、普通のブチルチューブだと軽量のものでもまあ 70g 前後ぐらいですかね、普通のチューブだとまあ80から 90g ぐらいあると思うんですけども、それがラテックスのチューブだと 48g とかですかね、45から 48g だったような気がするんですけど、そちらの軽量のものにします。そこでも、まあ何十グラムか、2本だと50から 60g ぐらい軽量ができるんで、タイヤと合わせると 200g 近い、軽量化が果たせるんで相当大きいと思います。はい、ではブリヂストンのエクステンザ R1S23C のタイヤの重さを測っていきたいと思います。137g、 これはカタログ値より軽いですね。140何g だったと思うんですけど、カタログの方がそれより軽いですね。もう一個の方も測ってみましょう。こちらはまあカタログとほぼ一緒ですね、 147g、 結構差が出ましたね。 137g、 147g、 10g 違うんですね。では次にこのこちら送用のラテックスチューブですね、こちらを測っていきたいと思います。はい、じゃあ袋から出した状態で 49.5g、 50g 切ってますね。ではもう一個の方も測ってみたいと思います。 45g、 こっちの方が軽いですね。ちょっと 4g ぐらいの個体差がありますね。 45g と 49.5g ですね。
で、フレームなんですけども、実はもう買って持ってます。アルミフレームなんですけども、まあ前からそのカラーリングがすごい綺麗で欲しいなと思ってたのがあったんですけども、それがたまたま安く出てたんで、安く手に入れることができました。それをベースに、組み付けていきたいと思います。ぜひ今後の動画を楽しみにしていてください。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。